魔法界から来た魔女っ子と魔法に初めて触れた普通の少女の2人が共演するという魔法小本作の主役であるコモリ・チックル&チーコは、本放送当時に国民的アイドルであったピンク・レディーを意識したキャラクターとされている。絵本の世界の中で怪獣に追いかけられているのだ。チーコが助ける方法を尋ねると、その女の子はクルンカクルンカテコココテンという呪文を唱えるようチーコに促した。チーコがその呪文を唱えると、なんと絵本から女の子が飛び出し、チーコの前に姿を現した。彼女こそが魔法の国の魔女っ子チックルだったのである。バハールターマラフーランパ、魔法の呪文、マハルタマラフランパ、不思議な二人、おてんば魔女っ子チックル、ラッキーベアのチーコ、二人で一組いたずら仲間。イエイ、指指立てたら、指指立てたら、魔法の魔法の呪文、この楽しい世界。魔法の呪文、マハルタマラフランパ、不思議な二人、おてんば魔女っ子チックル、ラッキーベアのチーコ、二人で一組いたずら仲間。イエイ、指指立てたら、指指立てたら、魔法の魔法の呪文、